今日は自己解放について自己解放とは何かについて、えー、説明してみたいと思いますで私たちはなかなかその自分というのは解放ができないと思うそれはなぜかというと自分というものが何であるかわからないから自己解放というのは、えー、難しいわけでございますねで私たちはもうほとんどがこの偽物の我に来ちゃってしまって本物の自分を偽物の中に閉じ込めた状態 この偽物の中に本物の自分を閉じ込めた状態を自爆というわけです。すなわち個人意識は自爆でございますね。えー、解放された人、解放のできた人というのは普遍意識になるんです。なぜかというと、我々の真の事故というのは普遍的であって個人的ではないんです。普遍しかないのに個人があるという思いがあなた方を個人というものの中に閉じ込めているわけです。 なぜかというと、宇宙には普遍生命、宇宙生命というのがありまして、この宇宙生命、普遍生命が自己なんです。本当の自分なんです。この普遍生命が個人という姿形を表しているだけなんですね。で、個人というのは現れぬ自分なんです。これは表している自分なんですね。実在しているのは生命であって、人間という個人ではないんです。 この個人は無限生命が本当の自分であって姿形が自分ではないのにその姿形という個人の中にその無限大の自己というものを閉じ込めているわけですね。 これは普遍生命、宇宙生命、無限生命と言われているものなんです。だから自分を無限だと思っているのか、個人だと思っているかで決まるんですね。個人だと思っているなら、解放ですか、自爆ですか。だから個人意識は自爆霊、すなわち、普遍意識は解放された霊。 自分を解放するというのは個人意識状態から普遍識状態にまで意識を拡大することなんですね。で、しかしこの地上界の人にはみんな9 99. 9 9 9 9 9トまで自分のことを個人だと思ってるんです。だからこの地上界には54億という自爆霊がいますよと、自分を束縛してますよと、これを束縛とか制約とか言ってるわけです。 個人意識は制約そのものですね。束縛そのものですね。すなわち自己限定ですよ。一体全体、個人っておるのかおらないのか。<ん>個人を作ってるのは無限ですよ。無限が個人を作り、無限が個人の中にやるってるわけですよ。個人ってどこにおるのかということです。おりますか個人って。個人ってどこにおるの 個人はおらないのに、個人の実体は即無限のように、この無限生命がなかったら個人なんか存在できないわけですよ、ね。個人は即無限の現れ。だから個人即無限、無限即個人なんですね。で、あなた方は形を見れば個人ですけれども、生命を見ますと何なの個人的生命ってあるんですか無限生命しかないわけでしょ あなた方は形を見るがゆえに自分のことを個人だと思ってるわけですよ。じゃあ個人だと思ってる状態は解放したでいいなんだ。解放なのそれとも自爆なのどっち。で、あなた方が個人意識がなくなって普遍意識状態になって初めて解放です。<え>自事故を見つめるということはあなたは肉を見るべきですか生命を見るべきですか 肉体があなたなのか生命があなたなのかどっちでしょう。生命のあなたと肉的あなたとどちらが本物のあなたですか実在しているあなたは肉なんですか生命なんですかということです。生命は実在の我です、ね。この肉というものは現れぬ自分、写しの自分にしか過ぎないんですよ。で、あなた方を写しの自分を見て、現,現象化と言い,いまして、 この肉体というものをしか見ないわけですから、自分をなかなか解放できないで、偽物の中に無限大の自分を個人的なものの中に閉じ込めている。これを地獄とも言いますし、自爆とも言うわけです。